はい、こんにちは。はこんにちは。い、今回は、ホリスティック獣医、サラさんをお招きしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、それではサラさんに、まずお尋ねしたいんですけども、夢やビジョンについて、教えていただいてもよろしいですか？そうですね。夢とかビジョンっていうのは、漠然としたものなんですけれども、獣医師っていうと、やっぱり、こう、もともと私は動物が好きで、で、動物を助けたいということで、獣医師になったんですけれども、ただ、活動していく中で、ペットを飼っている飼い主さんに対応していく中で、飼い主さんご自身が幸せじゃないと、ペットが幸せになれないっていうところに行き着いたんですよね。で、そうすると、最終的にはやっぱり、その夢っていうのが、動物だけを助けて、動物だけを幸せにさせるって言ったらあれなんですけど、動物に幸せになってもらうっていうのだけではなくて、動物と人両方が幸せになれるような、環境づくりの、一員として、私が、なんていうかな、皆さんにとって貢献できるようなことができればっていうふうに思っていて、それが、夢につながっているかなというふうに思っております。はい。ありがとうございます。では、その夢を具現化するための、目標計画について、教えていただけますか？そうですね。やっぱり、そうですね。いろいろちょっと活動してきたんですけれども、やっぱりもともとそのお名前の、名前、私の名前も、ホリスティック獣医サラという名前にしたっていうのも、私が、獣医師として勤務をするようになってから、普通の一般の動物病院で最初は勤めていたんですけれども、西洋医学だけではどうしても、治らない病気がたくさんあるということに気づいたんですよね。で、どうやったらこうもっと治していけるのか、飼い主さんから、どういうふうにしたらもっとこうご家庭でケアして少しでも苦痛を減らしてあげるのか、動物が病気になった時に、もっと楽にケアしてあげられるのか、副作用もなく。で、治療していく中で逆に薬を使ったことで具合が悪くなってしまったりとか、そういった私自身がこう携わった中で、具合が悪くなってしまったっていうのはあまりないんですけども、やっぱり転院って言って、他の動物病院から、連れてこられた動物たちが他の一般的には推奨されるような、おすすめされるようなお薬を与えられたことで、逆に具合が悪くなってしまったりとか、そういうようなことがある中で、特に日本の飼い主さんはお薬を嫌がる傾向がやっぱり強い理由の一つとして、そういった実際に副作用が起きているっていうことがあったんですよね。で、そこで私の方で、じゃあどうしたらいいか、他の治療法ないのかっていうのを探していたときに、いろんな他の、西洋医学以外の一般的な治療だけではなくて、それ以外の治療法、日本だったら漢方とか、鍼灸とか、そういうものが有名だと思うんですけれども、もっと海外の方に目を向けた場合に、やっぱり他の、例えばハーブとかアロマセラピーとか、あとは、ドイツ発祥のホメオパシーとかフラワーエッセンスとか、ちょっと聞いたことありますかね？あります。あ、ありますかね？ よかった。そういうような別な治療法を見つけまして、で、そういうのを全部、体全体、体だけじゃなくて、心もスピリットも、全部をこう含めて、トータルでケアしていく
治療をホリスティック医療というふうに、言うんですけれども、で、そういったこうホリスティック医療を実践していく中で、これは医療に限らないことなんですけれども、最初にもお話ししたように、夢とかビジョンにもつながるんですが、人とペット、動物がやっぱり両方が、ちゃんと心身ともに健康になるためには、こう全体を見ていく必要があるっていうことにも気づきまして、で、そうするとこうホリスティックな観点が、こう全体を見る観点っていうのがすごくどんな場面でも医療に限らず必要になってくるっていうのがすごい実感したんですよね。で、なので、やっぱり、ホリスティックな視点を取り入れて、皆さんとこう、つながって活動していくっていうことが、今、やっぱりそれをもっと広げていくっていうことが目標になっていますかね。なるほど。そうするとですね、次の、ご質問を、させていただきたいのが、では、今教えていただいたんですけども、今現在は、どのような活動指針を持って、どのような活動をされていらっしゃるんでしょうか。そうですね。もともと私の方は、大学を卒業してから一般の動物病院勤務しまして、で、もう1年目のところで、こう、西洋医学って言われる一般の治療法の限界を知ったんですよね。で、それで今もお話ししたように、こう他の治療法も勉強しながら、こう、実践していけるような動物病院で経験を積んだ後に、自分の動物病院を立ち上げまして、往診専門なんですけれども、それが2014年の時で、その前にちょっと いろいろあったんですけど、イギリスに研修しに行って勉強したりとか、そういうことを積み上げて、開業したんですけれども、で、そこで活動をこう、往診専門でまずはやって、こうホリスティック医療という形で、一般のかかりつけの動物病院では補えないようなところを補っていくっていうことで、一般の動物病院だとこう、やっぱり病気になってから治療するっていうのが一般的なんですよね。で、お薬を使ったりとか、でもその中で、先ほども話ししたように、飼い主さんの中ではこう、お薬を使いたくない方もいらっしゃるので、そういう方、じゃあどうしたらいいかっていうのを、ご家庭でできるハーブとか、そういうアロマセラピーとか、そういうような他の治療法を使った、ご家庭で簡単にケアできるようなことをアドバイスさせてもらってたりとかして、あとは、Facebook のグループページも立ち上げていまして、で、そこでのランチ会っていうのを、飼い主さんをか、私と飼い主さん、10人ぐらいで、ドッグカフェで、で、ワンちゃん同伴 OK で、ランチ会っていうのを 開催したりとか、してたのも結構ね、15回、16回ぐらい開催してたんですけど、そうなんですね。で、それを、開催していた中で、ちょっと新型コロナウイルスの問題が出てきてしまったので、イギリスと日本をちょっと行き来して、やってたんですけれども、日本に戻った時に往診をさせてもらったり、動物病院でホリスティック診療という形で、一般の動物病院で補えないところをサポートしてたりしてたんですけれども、そういうような問題が起きてしまったので、今は、YouTube とか、YouTube のチャンネルを立ち上げまして、去年の5月。で、あとはその後に、8月に、ポッドキャストっていうのを形で、ラジオ番組っていうのを自分で、チャンネルを持って、発信することができるので、そちらの方は、いろんな媒体がありまして、大体有名なのが、Spotify とか、Apple Podcast とかが有名なんで、
ですけれども、iPhone からでもアプリをインストールできるものになっているんですが、インストールしたら携帯電話からそのチャンネルの方を開いてみれば、いろんな方のこう配信している内容を聞くことができるっていう中の一つに、まあ、私のチャンネルが入っているんですけれども、そういうようなことをしたりとか、あと、まあ、ちょっと、はい、時期が遡っちゃうんですけど、こういうような、はい、これは2018年に、はい、まあ、飼い主さんがご家庭でどういうふうにケアをして、うん、病気にならないための体づくりをしていけるか、長生きさせるためにはどういうふうに、どういうようなことに気をつけていったらいいのかっていうことを、いろんな私の思いを記載した本になりまして、はい、こちらも2018年に、はい、まあ、これは紙本なんでペーパーバッグの、本なんですけど、まあ、それと同時に Kindle 本も合わせて同じ内容で出版したものがあるんですが、今後もまたこういうような形で、これはまあ私の、うん、一番最初にし執筆した本なんですけれども、まあ、2冊目3冊目とかもまた、うん、本が出版できればいいなというふうに思っています。いや、はい、そうなんですね。本もお出しになってたんですね。はい、そうです。はい、はい、それではなんですが、まあ、そもそもその夢ビジョンを持たれるようになったきっかけについてお尋ねしてよろしいですか？はい、そうですね。もともと獣医師になろうと思ったのが、これは他の獣医さんも同じ方が多いと思うんですけれども、やっぱり動物が好きで、小さい頃、うん、まあ、私と一緒に兄弟のように育ったテリーという名前の犬がいまして、それもここの本にも、あ、すいません、ここにも書いてあるんですけど、その犬との出会いが私の原動力になっていまして、その子が本当に、うん、私が、うん、やっぱり小学生、中学生っていろんなすごい小さな社会というか小さな世界、今思えば小さいことでもすごい、その子供の頃って大きなことに捉えがちで、すごいいろんな問題を抱えている中で、うん、こうね、思春期のいろんなことがありますよね。いろんなこ、あの、うん、なんかね、今またちょっと猫が来ましたけど、かわなんいいか猫ちゃんが。ね、そう、でもね、うん、ごめん、それでかね、わいいですね。あ、声聞こえるかな、うん、ね、ちょっとすはい、いません。あんまり届いてないみたいです。あ、声？声はあんまり、猫ちゃん。ね、ちょっとびっくりしちゃった。ね、うん、はそれで、うん、まあ、今はね、猫だけで、犬は飼ってないんですけど、またいい。はい。つかね、犬を飼いたいなと思うんですけど、最初私は犬から入りまして、うん、で、うん、いろんな、まあ、大変な時期を過ごしていた時に、本当に犬に助けられたんですよね。最初に飼ってた、まあ、シェルティのテリーという犬との出会いがもうきっかけで、で、やっぱり、うん、まあ、本当に私が助けてあげられなかった子でもあるんですけれども、心臓病になってしまって、で、肺に水が溜まって、で、本当はもっと早めにお薬とか開始したりとか、興奮させないようにしたりとか、生活スタイルを考えてあげていたりすれば、うん、もうちょっと長生きできたとか、あと、まあ、辛い思いもあまりさせずに済んだんじゃないかとか思ったりする時もあるんですけど、でもその時やれることを本当に、まあ、一生懸命やってたんですよね、私も。うん、中学受験じゃない、大学受験、高校生の時に母が病気になりまして、で、入院してる中で、私の大学受験を、なんていうかな、まあ、母親のサポートをあまり得られない中で、
勉強して大学に受かる合格するっていうことを、まあ、やらないといけなかったというすごい大変な時期にすごい支えてくれた兄弟のような犬がいまして、でその子との出会いが本当に私の人生を変えてくれたきっかけになりまして、まあ私は助けてあげられなかったんだけれども、その分その時に思ったんですよね、そのテリーのことは助けてあげられなかったんだけど、でもすごい犬の素晴らしさっていうのを実感させてくれた、体験させてくれて、で言葉は何も私たちが使う言語とかは話せないんだけれども、でもその分本当に大切なことをいろんなたくさんのことを教えてくれた犬でもあって、だからこそ私は、まあ、その子のことは助けられなかった分、他の動物、言葉を、使えない、こう、でも私たち人間をこう、サポートしてくれるような他の動物のことを救っていきたい、助けていきたいっていうふうに思ったんですよね。それが本当にきっかけの一つで、まあ、でそうやって、こう、動物病院で診察をしていく中で、いろんな動物たちをこう見てっていたんですけれども、やっぱり動物を見ててもその動物だけで生きてるわけではなくて、飼い主さんの、ケアがあって、でそこで動物の健康が成り立ってたりするので、飼い主さんといろいろお話ししていく中でやっぱりもう一つ気づいたこともありまして、はい、それはペットロスになる方がすごく多いんですよね。私も、そのテリーが亡くなってから、私もな、ペットロスっていうのは、まあ、動物、ペットを失うことだから、まあ、必ずペットを飼っている飼い主さんに訪れることなんですけれども、ただそこからもっとこうひどい症状が出てしまう、その眠れなくなっちゃったりとか、心が不安定になったりとか、やっぱり食欲が出なくなっちゃったりとか、体重が減ったり、そうやって体にも症状が出てくる場合があって、それをペットロスっていう言葉ではなくて、ペットロス症候群っていう、言うんですよね。で、そこまで私はひどくはなかったんだけど、特に母が、やっぱり、病気だったので、私の母が。で、入退院繰り返してて、で、ちゃんとやっぱり面倒を見てあげられなかったっていう後悔があったりとかして、で、それは実はもう母だけではなくて、結構他の飼い主さん、他の飼い主さんと対応させていただいてる中で、やっぱり、同じように後悔されてる方がたくさんいらっしゃってて、で後悔からペットロス症候群になる方が本当に多いなっていうのを気づいたんですよね。そうなんですね。で、なんで後悔しているのかっていうと、まあ、母の場合はちゃんとケアしてあげられなかった、その自分が病気になってしまってたからちゃんとケアしてあげられなくて、そのせいでテリーが早く亡くなってしまったり、余計に苦しめたんじゃないかとか、そういった後悔の気持ちがあったから、それを引きずってしまってたんですけど、でも他の飼い主さんからお伺いしていても、今度そういうパターンもあるんですけど、やっぱりもっと早く気づいてあげられればっていう後悔の気持ちとか、でもそれだけではなくて、逆に治療しすぎたじゃないかっていう後悔をされる方もいらっしゃるんですよね。治療のせいで自分は生きてほしいから病気を治療してたんだけど、でも治療には苦痛が伴ったりするんですよね。まあ、毎日の通院だとか、これはワンちゃんよりも猫ちゃんの飼い主さんに多いかもしれないんですけど、やっぱり特に猫ちゃんとかは動物病院嫌いな子がすごい多いので、動物病院に連れて行くのに本当にすごい嫌がって隠れちゃったりとか、それを引きずり出して、キャリーバッグに入れて、で、病院に連れてくっ
って言って、連れてっても診察室ですごい嫌がってニャーニャー泣いてたりとか、うちの猫たちもそうなんですけど、それをずっと続けて、で、亡くなった場合、やっぱり、まあ、やってる、治療してる最中は、その子のためを思ってやってるつもりなんだけど、でも、その子がいなくなった時に、あれでよかったのかなって、やっぱり、後悔される方がすごく多くて、っていう、そういうようなことに気づいたっていうのも一つのきっかけですね。そうなんですね。やっぱりそうすると、ペットロスされる方っていうのは、もともと動物が好きでペットを飼っている方たちなので、私はやっぱり、いろんな動物たちが幸せになってほしいんですよね。それがベースにあるんですけど、そういう、そうなるためには、やっぱり、ペットを飼ってもらう、なんていうかな、やっぱ野良猫ちゃんとかどうしても不自由な生活をしてる子たちもすごく多いんですよね。で、そういう子たちを保護して、で、飼い主さんに里親さんになってもらったりとかするには、やっぱり動物を飼うことの素晴らしさっていうのをやっぱ知ってもらいたいんですけれども、でもその中で、やっぱりペットを飼いたくないっていう気持ちになる一つの理由として、以前飼ってた子を亡くしてからすごく辛い思いをしたから、もうこんな思いは二度としたくないという方も多くて、そうなると幸せになれるはずの、本当はもっと引き取って里親さんになってもらえる、子たちも、いると思うんですけど、でも里親さんが見つからずに、まあ、日本だと、イギリスはね、ないんですけどね、日本だと殺されてしまう、それで。っていうことが起きたりしてるので、そうやっていろんなこう観点から考えてた場合に、ペットロスの問題っていうのもすごく、深いんだなっていうのにも気づいて、で、やっぱり そうなってったらやっぱり人にも焦点を当てていかないといけないなっていうことに、気づいて活動しています。なんかすごい、なんて言うんでしょう。実際のいろいろな経験、出会いを通して、なんか、本当に問題意識というか、がどんどんこう、深くなって、行かれてるんだなっていうのを聞きながら思いました。ペットのね、幸せを持った時に、本当に飼ってる人間が幸せじゃないとっていうのは、本当にそうだなと思って、まさに本当、ホリスティックっていう、どこまで本当にね、ホリスティックに考えるのかっていう、部分じゃなくて、なんか本当にその視点がすごく大事だなっていうのを、思いました。ちょっとお話聞きたい、もっとちょっと聞きたいところなんですが、限りがあって、いろんな方が、見ていらっしゃるので、よろしければ最後になんかお伝えしたいメッセージ、ぜひ、お伝えいただければと思います。そうですね、やっぱりまあ最終的にはその人が幸せにならないとペットが幸せになれないっていうことがありまして、でそうなった時に、私たちが思っている以上に、動物たち一緒に暮らしている、まあ、ペットと言われる動物たちっていうのは、言葉は話せないんだけれども、私たちがどういう気持ちを感情になっているかとか、幸せなのかとか、こう、幸せだったり、悲しい思いをしてたりとか、こうネガティブな感情を持っていたりすると、やっぱりそれを引き継いでしまうっていうところがあるんですよね。だからこそ、飼い主さんご自身をまずは、ケアしていただきたいなって思うんです。皆さんやっぱり飼い主さんって、もう動物のことをすごい一生懸命、本当に大事に思っていれば思っているほど、動物にすごい焦点を、その子に焦点を当てて、治療頑張らなきゃってすごい皆さん思われてるんですけど、でも、治療することが本当に果たしてその子にとっていいことなのかどうかも、いろんな子がいるので、治療を受け入れる子と望んでない子もいるんですよね。いろんな子がいるので、で、そこをやっぱり汲み取れる余裕を、
持つ必要もあったりとか、するので、すごい一生懸命になりすぎて周りが見えなくなってしまっている方も多いので、私はやっぱりお伝えしたいのは、まずはご自身を大切に、ご自身をケアしていくことが本当に大事で、よくこう 日本人とかは特に、私はイギリスにいて、イギリスから発信していて、イギリスと日本を行き来しているので、そうするとイギリスから日本を見た時にこう見えてくるものの一つとしては、特にやっぱり日本人はこうイギリス人とか他の、アメリカ人とか、他の国の人と比べると自己肯定感がすごく低い方が多くて、ですごく我慢してる方が多いんですよね。で、自分よりも周りを大切にしようとする方が多くて、で、自分のことがこううまくケアできてない方がすごく多くて、それがうまく回らずにこう結果がこう出ないっていうことがありますので、まずは我慢しないで、本当に辛い時、ペットロスとかも含まれるんですけれども、辛い時はご自身だけで抱え込まずに、いろんな、今はインターネットを通じてこう他の方にお話しできるような機会とかも、私の方でも YouTube の動画も出して、こうそこのコメント欄に書いていただいてもいいので、ペットロスの動画はすごく皆さんコメントをたくさん書いてくださってるんですよね。やっぱり皆さん辛いんだなと思いまして、そこに書いていただいてもいいですし、本当に辛い時は誰かを頼って、我慢しないでいただきたいなというふうに思います。それがお伝えしたいことですね。はい。ありがとうございます。すごくなんか、心に響くメッセージですね。はい。本日は、これぐらいの時間になったんですが、はい。貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。